早漏を1日90円直す方法。こんにちは、日本一わかりやすい性教育のチョコ先生です。2017年に行われた天下ヘルスケアの調査によると、日本国内には早漏人口が推定1300万人、男性の 3.5 人に1人の割合でいるほど、早漏って実は結構多くの人が経験している症状なんです。早漏だと性生活が充実しなかったり、パートナーとそれが原因で仲が悪くなったり、パフォーマンスに自信が持てなくて恋愛や行為に積極的になれなかったりしますよね。そこでこの動画では、自分でできる早漏かどうかのチェック、そして1日90円で早漏が改善できる方法を説明していきます。そもそも自分早漏かもってどうやって判断してますか？30秒で言ってしまったから、1分で言ってしまったから、結構ここら辺の時間の判断基準って曖昧になっている人多いと思います。実は早漏には国際的な定義が3つあります。1つ目は挿入前、もしくは挿入後1分以内に射精が起きる状態。2つ目は挿入中に射精を遅らせることが無理な状態。3つ目は射精が早いことがストレスで行為自体を避けるといった負の影響がもたらす状態。つまり単純に1分以内に射精をしてしまうこと、1分以上であってもそれが短いと感じてストレスになっているなら早漏ってことです。時間で決まる部分と精神的な面で決まる部分があります。どうでしたか？当てはまりましたか？じゃあ早漏だと一体何がいけないんでしょうかね？動物の交尾ってテレビとか YouTube で見たことないですか？普通動物は敵に襲われないように交尾はパックで 2,3 秒でパパッと終わらせるのが基本なので、むしろ生き物としては早い方がいいはずなんですよ。でも人間と他の動物では交尾をする目的として決定的な違いがあるんです。何だと思いますか？それは快楽。もちろん人間も子孫を残すために行為はしますが、快楽や相手の方とのコミュニケーションのツールとしてもするので、早く射精をしてしまう早漏に悩むんです。それに実は何分以上なら自分は早漏じゃないから大丈夫っていう明確な基準もないんです。例えば10秒で射精をしてしまってもお互いがそれに不満がなければ治療する必要もないですし、早漏ではないです。逆に20分以上でもそれが短く感じてストレスになっているのであれば早漏と言います。そんな早漏ですけど、治療法は実はいろいろとあるんです。薬物治療、道具を使ったトレーニング、それからカウンセリングなど症状や体質によって変わってきます。今回は数ある治療法の中でもほんのちょっとチンチンを刺激しただけですぐに射精してしまう過敏性早漏の改善方法を紹介します。それはズバリこれ、トナス。これチンチンに直接塗るクリームタイプの早漏改善薬です。実はこの薬、1964年から50年以上にもわたって愛されている日本で唯一の早漏治療に特化した薬なんです。50年以上も男の悩みを改善してくれているまさに神アイテム。この軟膏をチンチンに塗ると何が起きるかっていうと、表面麻酔の効果で皮膚への刺激を減らしてくれます。麻酔をすると感覚って鈍くなりますよね。まさにあれです。塗るだけなので痛みもないですし、感覚が鈍くなって刺激が減ると射精をしにくくなるので、刺激を受けただけで射精してしまう過敏性タイプの早漏が改善するってわけです。使い方はすんごい簡単で、行為の 2,30 分前に気筒部分にすり込むようにぬりぬりする、たったそれだけです。でもちょっと疑問に思わなかったですか？僕も思いました。塗った後に相手の方に口でしてもらうとき、薬が口の中に入ってしまうんじゃないかって。安心してください。塗ったトナスは皮膚に吸収されてしまうので、塗った後石鹸できれいに洗い流せば相手の口に入ってしまうことはないです。というかそもそもこれ、塗ったら洗い流さなければいけないクリームなんですね。なんでかっていうと、麻酔をする効果があるので、そのままクリームがついたままにしとくと相手のあそこについてしまって、相手の人の感覚も鈍くなってしまうんですよ。それじゃあどんなに頑張っても感じてくれないってことじゃん。それに避妊具につくと破けやすくなってしまう可能性もあるので、塗ったら必ず洗い流してください。このトナスなんですけど、実はネットで買うことができるんです。薬の性質上冷蔵保存をしなければいけないクリームなので、ネットで買うときには必ずクール便じゃなきゃダメなんです。ここは絶対に確認しておいてください。肝心な値段ですけど、お店によってもまちまちで、だいたい4000円から5000円くらいのところが多いです。どうですかね、これ高いと思いますか、安いと思いますか？でも1回に使うトナスの分量って5ミリくらいなので、1本買うとこれ55倍くらい使えるんですよ。1回あたりの値段にすると約90円、缶ジュース1本よりも安いんですよ。トノスってめっちゃコスパがいい軟膏なんですよ。先ほど安いとこだと4000円くらいで買うことができますと言ったんですけども、本当にトノスが自分のチンチンに合っているかどうか、医師や薬剤師の方に聞いてみるのってものすごく大切なんですね。
なんでかっていうと、副作用やアレルギー、持病があるかないかでトノスが使えるかどうかの判断って個人でするにはリスクが高いんですよ。そんなのどこでしてもらえるんだよ。っていうか恥ずかしいよって思ってる方、今は直接薬局に行かなくてもオンラインで専門家に確認してもらえます。僕が信頼しているところだと、性教育薬剤師のもっくんが森物薬箱というネット薬局をしているので、そこでトノスを買うこともできますし、薬剤師のもっくんに直接 LINE で相談することもできます。もちろんもっくんの森物薬箱でトノスを買うとクール分できますので、ご安心を。概要欄にリンク貼っておいたので参考にしてみてください。他にもまだ早漏の改善方法ってあるんですけど、興味ありますか？コメント欄に教えてもらえると助かります。それではまた次回。バイバイ。